ターリング対だね。チェルサとの反応がこちら。スターリングに対談の可能性浮上。ユベントスはラヒーム・スターリングを狙っている。ペドロネとの加入で彼はチェルシーを離れることになるかもしれない。ユベントスはこの取引を実現できる可能性と条件を尋ねている。マジかよ、悲しい。嘘つけ。売却。とっても悲しい。いけー。ユベントスさん、彼はスーパーな選手です。そんなうまい話ありますか。マジで残ってほしい気持ち1ミリもないから早く退団してほしい。プレシーズン見ても昨シーズンと何の違いも感じない。正直スターリングめっちゃ好きだった。給料高いし、プレイひどい時多いけど個人的に放出はなしかな。なんだかんだ結果残してるし。喜んでる皆さん、ムドリクわらわらでいいんですか。僕はまだいてもらいたいですね。中盤まだだらしないんで。スターリングは絶対売るな。昨季の前半どんだけ助けられたんや。ジョージが成長するまでは必要やろ。ネトが怪我したらエルダブルムドリクしかいないのきつすぎないすか。正直ムドリク、スターリングでしょ。みんなスターリングにいろいろ言うけど。ネトが怪我して、ムドリク短期ってのも怖くなってきたな。スターリング売るならまずムドリク売れよ。なんだかんだスターリングである程度勝ち点拾えた試合もあるぞ。ムドリクってなんか活躍したことあったっけ。いざいなくなるとちょっと寂しい。